こんにちは、ソウルノートの加藤と申します。今日は久しぶりの ARO 出演ということで、若干緊張しておりますが、今日は Z3 が、ね、主役、ネットワークトランスポート の比較ということで厳しいレギュレーションのもと比較ということなんですけど、Z3 ってね、ネットワークトランスポートなんですけど、なんで Z3 っていう名前かというと、 Z はゼロリンクの Z なんですね。で、今回のレギュレーションですと、USB アウトなんで、なかなか Z3 の、本来 のところではないところのあれになってしまうんですけど、それでもね、ソウルノートらしい違いが出せるんではないかなと思います。というのがですね、 Z3 は電源も、他の機器と同じくめちゃめちゃ強力で、で電源回路もほとんど、この筐体のほとんど電源で、あとこの箱もね、筐体も今までのソウルノート の推移を結集している箱ですから、当然音は違って当然なんですね。実際この箱をちょっと細工してちょっとダンプしたりすると途端に音変わっちゃいますんで、それぐらい箱と電源にめちゃめちゃ気を使って、で中のボードはね、皆さんご存知のようにスポルツアートの小俣さんと共同で開発しているボードでして、これももちろん非常に素晴らしいクオリティだと思います。でただ Z3 の場合はクロックの一部のね、SFP 用のクロックがちょっといいものになっていたり、あとコンデンサー、使ってるコンデンサーがソウルノート のいつも使ってるやつになってるとか、多少アレンジはされてるんですけど、基本的には小俣さんと同じボードです。ということで、特徴としましては、まず入力は USB と、あれですね、LAN、光 SFP ポートなんで光も使えて、あと RJ45 も使えると。で、言ったっけ、 USB 入力も入りますと。で出力は、ゼロリンクというね、出力と、あとは普通に USB の出力とあります。もちろん本命はUSB ではなくゼロリンクなんですけど、最初はまずはレギュレーション通りをね、構成の中に Z3 を入れた状態で聞いていただきます。どうぞ。Thank you.
かがだったでしょうか。Z3 のね、ソウルノートらしいところが出せれたら、まあいいんですけど、ちょっと私分かりません、どうなるか。ということで、今からは、榊先生の、まあ、一応ですね、許可を得まして、これはもうレギュレーション関係なく、オールソウルノートシステムということで、もちろんサーバーは、デラさんの、N1 ですね、非常に音のいいと評判のこれを使わせていただいてて、今回 DAC は、D3 使わせていただいて、でゼロリンク接続をしてあります。で D3 は中クロック入ってないんで、クロックとしてX3 というね、これも非常に音がいいクロックなんで、ぜひちょっと試していただきたいところなんですけど、まあ、こういう、DAC を使います。でアンプもですね、ちょっと榊先生にご無理言って、A3 という弊社のね、この秋発売予定の、プリメインアンプだよね、インテグレーテッドアンプ、もうインテグレーテッドアンプって書いてないんですけど、もうちょっとあんまりかっこよくないんで書くのやめました。で、まあ、この見ての通りですね、もうほぼもう出来上がってるんですけど、まあいろいろね、部品の調達とか時間かかってて、量産は、来月からかな。で来月からで、最初ちょっと海外、今回の A3 は海外もね一緒に発売するんで、国内投入は11月になるかもしれないんですけど、まあ、そんな感じのものをちょっと特別に使わせていただいてですね、今から先ほどと同じ曲の説明してないんですけどね、まあ、1曲目はレギュレーション の, 課題曲白いノートブックで2曲目はタッド・ガーフィンクルさんのタキヒト・ミリターっていう曲で、私よくイベントとかでも使ってるんですけど、これはタッドさんに許可をもらいまして、今日は使わせていただいております。ケーブル類もね、全部ソウルノートです。でラックは今回ちょっと一部一段で使ってるんですけど、見えないですね、見えますかね。であとはボードの、ボードのRSB1 でスペーサーですね、スペーサーが RSS1 はいを使っております。ちなみにですね、 RSS1 このスペーサーですね、ちょっとにいまいち見えないですけど、これ大人気商品となっておりまして、少しお待たせして申し訳ありませんっていう感じなんですけど、これちなみに A3 にはもう標準で添付するようにしますというところですかね。でじゃあうちのフルシステムで、2曲聴いてください。はい。Oh,
喋ることなかったんですけど、まあその分音をね十分じっくり聞いていただきたいということで、セッティングの方には非常に時間かけて、おしゃべりはほんの少しと、まあそんな感じでお届けいたしました。ぜひね、A3 これ多分ねいろんなお店に展示されると思いますので、まあお近くのねソウルノート販売店でぜひちょっと聞いてみてください。非常に私力が入ってますんで、あんまりこれの説明するとね時間なくなるんで、これで終わりたいと思います。ではありがとうございました。